こうにも何かあんのか。今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。備えておくに越したことはねえからな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。どえ、あいつ逃げ出す気だぞ。させるか。逃げる前に俺がぶっ飛ばす。俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。俺に任せろ。竜巻！終わりだ。これ以上はやめとけ。力が戻ってきたな。あたしの予報は百発百中。決して外さないわ。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。いっちゃやってやるか。
数で攻めようってのか。面白い。まとめて相手になってやる。狙いは外さねえ。竜巻！任せろ！やあ！この喧嘩、俺たちの勝ちだ！力が戻ってきた！アディオ、大きなキューブはそこに？ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばしているということかしら。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだ。なんだこりゃ。こっちだ、早く来い。嘘をつくまでもねえ。行くぞ。勝負！邪魔だ！もっと強いやつはいねえのか？待てルフィ！俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て！ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。おいおい、なんだよあの雷は。今からあそこに行くのかよ。
こいつが雷鳴の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ。強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ？見ての通り、雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ、雷か。おい、何してるんだ、ルフィ。なんだと。俺の体はゴムだからな、雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。まあ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味は？探検家として興味ないわけがなかろう。よし、行くか。任せろ。はっ。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。悪くねえ戦いだった。おかげでまた一歩強くなれた。少し強くなったぞ。おっとっと。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってるわ。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、
無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。どうなってんだ。すごい装置もあったもんだぜ。結局この光は何なんだ。お前ら遅れるんじゃねえぞ。覚悟しろよ。俺がまとめて相手してやる。いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。力が戻ってきた。使用の成果が出てきたね。やった力が戻ってくるのが分かるわ。なるほど。これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。やる気みてえだな。やばそうな敵だな。危なそうなら俺も手を貸す。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリング。狙撃手の腕を見せてやる。竜巻。くそ。
殺火薬帽子。天候の変化にご注意ください。任せて。どれどれ、いただき。さてと、無駄だ。逃がさねえ。悪くねえ戦いだった。おかげでまた一歩強くなれた。俺はまだまだ強くなる。修行の成果が出てきたな。やったー、ようやく感覚が戻ってきたぜ。いい調子だ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。必要な力なら残らず手にするわ。この装置、扉と無関係じゃなさそうね。この先、行き止まりだったりしねえよな。だよな。ああ、下に電気が通ってりゃな。いっちゃやってやるか。肩慣らしといくか。
やるな。天候の変化にご注意ください。いくわよ、サイクロンテンポ。怖えお嬢ちゃんだ、ナミ君。そう、まだまだこんなもんじゃないわよ。俺に任せろ。わかった。ここ坂だから危うく転がり落ちるとこだったぞ。切られる覚悟があるならな。なかなか楽しめたんじゃねえのか。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。よし。俺に任せろ。天候にご注意ください。さーてと、くらえ。俺の出番か。竜巻。いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。目指すわ世界一の大剣豪だ。私の成長は止まらないわ。ようやく感覚が戻ってきたぜ。力が戻ってきたみてえだ。お、さっきの装置今度は2つあるみたいだな。
この程度なら俺に任せろ。やる気みてえだな。上等だ。相手してやる。どうすっかな。お金持ってるの？任せて。よっ。ただ働きだったら承知しないわよ。俺はまだまだ強くなる。修行の成果が出てきたね。私の予報は百発百中。決して外さないわ。俺がキャプテンウソップだ。力が戻ってきたみてえだ。俺強くなった気がする。でももっと強くなるんだ。必要な力なら残らず手にするわ。何かいいもんがあるかもな。これは石板ね。それにこの文字は何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと。これだけじゃ分からないわ。さっさと片付けるわよ。相手にとって不足なし。そこをどけ。やるな。ガツンとかますわよ。任せて。無駄だ。逃がさねえ。飯。
奥でなんか光ってんな。こんな奴らにやられやしねえ。勝負だ。ゴムゴムのガトリング。引かねえなら切るまでだ。いい斬撃だなゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。この力があれば大事なもんだって守れる。なんだこれ。光る壁を消さねえと雷の巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。俺の出番か。邪魔だ。あんたたち、お金持ってるの？待ちなさい。こんな。あたしのことは魔法使いちゃんって呼んでね。技のキレが戻ってきたか。あったぞ、装置だ。さっさと片付けるわよ。さーてと。ガス相手にとって不足なし。そっちけ。鬼いい斬撃だなゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。よし、全員俺についてこい。
来れたぞ。便利な体だな。いっちゃやってやるか。やる気みてえだな。やばそうな敵だな。危なそうなら俺も手を貸す。ぶった切る。そこをどけ。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリング。まだやるなら相手になるぞ。こんなところで満足はしねえ。やったー、力が戻ってきたみてえだ。俺強くなった気がする。でももっと強くなるんだ。少しは強くなれたかしら。この穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とーりゃー。おお、ようやく出れたぞ。よし、女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。刃こぼれすら己の恥だ。いい斬撃だな、ゾロ君。
あんたの銃もやるじゃねえか。力が戻ってきた。やっただと思って舐めてると痛い目見るわよ。肩慣らしといくか。強くなっちまったもんだぜ。やったー。マリモのやつには負けねえ。力が戻ってくるのが分かるわ。下も見てみようぜ。
こいつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだ。そうか。じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。俺が。よし、交代だ。ゴムゴムのバズーカ。切り替えがありそうだ。そっちか。鬼言ってなんかいねえぞ。行くわよ、サイクロンテンポ。怖くなんてねえぞ。行く。トレインタフルソラよ。ヒル。行くわよ、サイクロンテンポ。手ごわいわね。みんな気をつけて。俺の番だな。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパ。おう。こいつ強えな。ゴムゴムのバズーカ。雷なら効かねえ。あの巨像を倒せるとは、大したやつらだ。俺はまだまだ強くなる。力が戻ってきたね。私の成長は止まらないわ。俺、強くなった気がする。でも、もっと強くなるんだ。成長を実感できるほど強くなれたのね。
大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめえすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものは掴めねえな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜアディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは。どうした、アディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ？わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやがる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする。万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。